東京新聞の村上です。話題があります。昨日政府が公表されました総理の記者会見に対しての書面での回答についてお伺いいたします。複数の社がですね、菅総理の説明や発信の在り方について、総理のメッセージが国民に届いていないのではないかなどと聞きましたけれども、こうした総理の発信について聞いた5社の質問に対して、いずれもさまざまな指摘批判には真摯に受け止めたい、などと答えられていました。同様の趣旨の質問には同様の回答ということになるのかもしれませんけれども、こうした画一的な答えでこの総理の発信や言葉として国民に届くものとお考えでしょうか。その各社はそれぞれご質問いただいて、各社ごとに答えの 中身が違っているというふうに認識をしております。もちろんその質問の中に同じ要素があれば、それは同じようにお答えするというのは、これは当然のことではないかと思っております。